おはようございます。久しぶりの窓際族、元気ですよ。はい、オンエア。大家早上好，很久没在家里录视频了啊，我是一种倦怠感，每天坚持录一个视频挺不容易的，坚持不容易。ね、久しぶりですね、こう家でやるの。本当に継続するのはね難しいね。うん。今日はね、中国の歌で酒水の蝶々、要は酒に酔った蝶々、酒水は酒に酔う蝶々ですね。今天为大家演奏一首酒醉的蝴蝶，那个挺好的歌哈，明るい曲ですね。まだ慣れてないのにちょっと楽譜を見てやみますね。楽譜を目の前に並べたら今度見えない。じゃあ老眼鏡を借りて、おお、よく見える。感じの曲です。なんかいいですよね、明るくて。なんか福建省の感じがしますけどね、うん。はい、じゃあ今日はここまでにします。どちら様もお健やかに。2校の、受講生を募集しています。完全の個人レッスン
ですね。なぜ個人レッスンなのかっていうと、あの私自身はですね、あの教わるとき個人レッスンでやったからですよね。うん、やっぱりマンツーマンでやってきたので、そう、どっちかというとなんかその方のことをよく見て何をどうしたらいいのか考えてあげてプログラムを組んで、例えばこの曲やりたいと、でもこの方が今のレベルはこのぐらいだとすれば、一歩にはね近づかないので、じゃあ一歩ここまでに踏み出してくださいって、ね、このぐらいだったら その方にとって、ここにいる人にとっては大した難しくはないと思うんですよね。じゃあここまで来たらもうちょっと先へ行きましょう、ちょっともうちょっと先へ行きましょう、場合によっては一進一退繰り返す時もあるんですけど、だから少しずつ少しずつね進めていけたら、曲に近づいていけたらいいなと思いますね。だからその人その人に合った合わせたプログラムできるのは個人レッスンの良さですね。もちろんグループレッスンにはグループレッスンの良さがあって、あのまあみんなで楽しくやれるっていうかね、お話ができたりお友達ができたり、まあねコロナ前はお茶もしたりとか やれたんですよね。今はちょっとレッスン終わったらさっさと帰るようになるんですけど、やはりまあコミュニケーションっていうかねが取れるところが、あのグループレッスンの良さではありますね。ただグループレッスンの場合は自分の都合ではあの行かない時もありますし、うん、あのまあどっちもねあの一長一短あると思うんですけど、個人的にはちゃんとやりたかったら個人レッスンの方がいいかなと思います。話長くなりましたが、興味のある方はぜひご検討ください。それでは今日はここまでにします。どちら様もごきげんよう、さようなら、再见。